書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教令院にいる者たちを見れば分かることだが、流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。剣女盤石、結霜せよ。
化粧。
私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。
難攻不落。粉々だよ。よっ。部外者禁止。よっ。欠損せよ。よっ。へい。燃えろ。粉々だよ。よっ。この目で属性を見届けましょう。来光よ、永遠の土を照らす。岩山八九。はい。砕け散れ。遅い。万雷をもって葬り去りましょう。燃えろ。この御子と永遠なり。全力攻撃だ。邪魔者を排除するべきですね。断ち切りましょう。粉々だよ。愚鈍だよ。はっ。雷の。切り裂きましょう。愚鈍です。よっ。栄光に来て関係者。下りました。この世はまるで影のよう。難攻不落。
ばにいてくれ。おしゃべり禁止。瑠璃のように落ちなさい。粉々よ。装甲の恩。ダンゼ。よっ。グドンです。ベニー冒険団出発。どこから？周りを探索してみないか？もしかしたらお宝が隠れてるかも。
ないぞ。ベニー冒険団出発。
ベニー冒険団出発。待ってるだけじゃダメって言うだろ。ま、運に恵まれない俺はどこに行っても同じだけどな。ベニー冒険団出発。他の人と一緒に冒険するのは久しぶりだ。行こうぜ。周りを探索してみないか。もしかしたらお宝が隠れてるかもしれないぞ。ベニー冒険団出発。待ってるだけじゃダメって言うだろ。ま、運に恵まれない俺はどこに行っても同じだけどな。ベニー冒険団出発。ベニー冒険団出発。
他の人と。一緒に冒険するのは久しぶりだ。難攻不落。モラックス、すべてのケリをつける時だ。南山八九。まめきなさい。大地の憤怒は静まらぬ。今こそ全ての怨嗟を払う時なり。雪辱を果たす。この地が貴様らの墓場となる。千年の怒りをしかとその身に受けるがよい。剣女万弱。風雪なし崩れ。全力攻撃だ。剣票を渡す。よっ。難攻不落。
仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか。穏やかな雰囲気、とても好きです。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。いざ。でもいいのよ。
安山八九。やっぱり捕まえた。中に。Thank you.
ましょう。
強制。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。
冷たくサクサク難攻不落やばれと深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。無事今日の星と深淵寒いのか？俺は大丈夫だが。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。
境レインにいる者たちを見ればわかることだが、書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。暗算八九ナッタのリン、私の可愛子ちゃんたち、糸よ、コンタクト強戦ちょっと、ロンキーて、理論の演劇行こうか。
私の合図を見てから行動するんだ。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色をたん。いざ！
いざ。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 
ざ。いざ。
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃この同点も同点に